はい、今回はゾンビナイト、久しぶりにやっていきましょう。ゾンビパンツっていうアイテムがあると、いつでも好きな時にゾンビナイトすることはできるんですけど、これ履いて寝てみよう。本当に履いたね。ドヤ顔された。始まった。僕ね、あのゾンビナイトほとんどやってこなくて、今すごい結構ランク低いところでさまよってるんですけど、今ランク D なんだよね。これやっていこう。カイマの元が欲しいんで、これやっていきましょうか。いいぞ。さあ行くか。なるべく一発クリアで行きたいな。今回解放するのは小学校のカフェテリア。危ない。多分小学校の周りはジバニャンゾンビっていう結構強いゾンビがいるはず。あんまジバニャンゾンビはね、触れない方がいい。よし、やっつけた。これもジバニャンゾンビなんじゃない？あ、違う、ゾンビだった。やべ、ジバニャンゾンビいる。ジバニャンゾンビに見つかっちゃいけない。よし、いいぞいいぞ。よし、今のうち。なんか入った。いいぞ。あ、なんかアイテムあるね。あ、これ回復アイテムだ。とりあえずいらないかな。で、最近気がついたんだけど、ゾンビたちの視界に入ってても、この壁があれば気づかれないっていうね。あ、行こうか。あ、この中入れる。オッケー。結構下の方だな。あー、戻ってくるゾンビが。隠れて。こいつもジバニャンゾンビだね。見つかった瞬間に全てのゾンビたちは一斉に襲ってくるから、見つかんの絶対無理。よし、中入ろう。あともうちょいだ。ここにいるジバニャンゾンビをかわせば、あとはもう楽勝なんじゃないかな。こいつは普通のゾンビ？あ、オッケー。あ、これでクリアだ。いや、今回ちょっと早かったね。早かったな。まあ、とは言ってもまだ危険度 D ですから。まあ、こんな感じでゾンビナイトバシバシやっていきたいなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。